ラインスラックの背びれジャンキー、これ5周年記念のレッドヘッド、超渋いよね、このカラー。こういうのチリチリはどうかな。チリチリ貸しちゃう？超釣れそう。やばいね。ちょっとゴミが多めだからこういうプロペラ系に不利かな。いや、いけるっしょ。チリ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 。うわ、糸のたるみだけでねえ、このプロペラが猛然と回転するこの感じを。ビレやばいね、これ。もう楽しいね、トップウォーター。久しぶりに。やべ、心臓バクバクする。やばいね。この着水待ちからの巻き出しが小倉さんに聞いてきた。これやばいですね。中毒性がある。こう置いて。振りがそこまで激しくない。今ぐらいが良さそうなんだけどな。チリ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 。うー、あ、誰か今魚がうごめいてたな。いたのか。背びれー、うわーね、着水からの巻き出しジューンだったね。うわー、ハーモニカ食い、やったー。よっしゃ、ありがとう。イエイ、背びれ来ましたよー。いやー、嬉しいね。イエーイ、背びれフィッシュね。こんな感じで小さいけどね、着水してチュルルルーの巻き出しです。チポってね、振り込まれました。いやー、楽しい。トップウォーター、よいしょ、ね、じゃあこの子は小さいから逃がしてあげます。イエイ。はい、でね、タックルなんですけども、こんな感じね、買ったばっかりのこれはですね、ベルサートってね、アブの竿のミディアムライト67って長さですよ。それにこういう感じでグラビアスのハイギアモデルに P ラインを入れて、それにリーダーをつけて背びれっていうね、こういう感じ。小倉さんシステムだとここの
なんだろう、リーダー部分がナイロンでね沈まないようにってことだと思うんですけども、自分の場合ねちょっとワームをやったりもするんで、ここはねクロロカーボンの20ポンドで組んでおります。メインの PE は 1.5 個、こんな感じの組み合わせでね気持ちよく釣りができております。じゃあ引き続き背びれフィッシュ目指して頑張ります。イエイ。ダボースイッシャー釣れましたよ。ダボースイッシャー久しぶり。あ、でも小さいバスはね今年これ釣れてるんだよね。背びれでミディアムライトアクションの竿でねノリがいいんじゃないかなっていう感じのタックルで、チリ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 ーって、まあフロロカーボンだけど、なんだろう、こう竿先を立てて沈まないようにして、いやージュボーって吸い込まれたね。ほんとなんだろう、ある意味トップウォーターの中のライトリグっていう感じなのかな、うん、この独特なチリ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 って細かい切り先が水面にこうキラキラしたのがチリ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 入る、この感じがたまらずバイトを誘発するんですかね。すげえ。まだねこの前行った時はねこの5周年モデルは浅草のラインスラック店頭にはね、並んでたんで、ちょっと背びれのこういうクラシカルなカラー気になるって人はね、浅草に行った時にラインスラックとかによるとまだね買えるんで、いい動き。ティリ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 バコーってね、まあいかなかったけど、こう際に置いてバスが寄ってくるのを待って、ティリ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 、ここで食うと一番気持ちいいね。うん、今日ね羽物やってる時も思ったんだけど、なんか置いておくとなんかバスがなんだーって感じで寄ってきて、それで食ってくれるから、ちゃんといいとこにキャストが決まったらちょっと止めを入れてって感じですかね。で今、直結でやってみてもそんなに動きすぎないように直結で、でここ際のいいとこに入ったらちょっと待って、寄せて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 、チリ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 、食わない。いやードキドキするね。え、この回収の時もね背びれこれずっとなんかいい感じで回転し続けて魚を誘い続けてくれてる感じが、ずっとドキドキしてますね。俺手前はちょっと今回収しちゃってますけど、送った。すげえ。あー20ポンドだからいけるか。ちょっと泳がして、よいしょよいしょ。はい、背びれの5周年モデル来ましたよね。
ちょっとねちょんちょんちょんってやって、まあ背びれじゃなくてもいいんじゃないみたいな釣れ方だったけど、でもこのプロペラのキラキラが効いたんじゃないかなってことで、見てこのなんか何食べたんだろうねこの子、すんごいポンポコリンですよ、イエーイ。なんかね興味津々で追っかけてきて食い切らないから、背びれなんだけどちょっと虫パターンみたいな感じでね、チョロリンチョロリン、まあ要はこのプロペラをキラ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 させてたらね、たまらずバイトしてきましたよ、ね、5周年モデルいいですねこれ。ラインスラックのね店頭に行くとまだね置いてありましたからね、レッドエイト気になる人で、タックルはね、こんな感じで、ね、買ったばっかりのベルサートに、グラビアス P1.55 にリーダー20ポンド、ね、こんな感じのタックルでやっております。ダーン、イエーイ、ふーふー、じゃあ逃がしてあげますね。いやよくバレなかったなっていう、このねちょっとこれ逃がしてから語りたいことがあるんですけど、うわいいとこかかってる。セビリに来たポンポコリンフィッシュは43ってとこですかね、43センチ。見てこのお腹、どうしちゃったの、ね、カエルでも入ってんのかなこれね、なんかもう変な感じの形になっちゃってる、ね、そんな腹いっぱいだけど食ってくれてありがとう、よいしょ、元気でね、いた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 。はい、改めてねタックルなんだけども、これねミディアムライトのベルサートってね新しく出た竿なんですが、今のもね43センチぐらい測ったらあったんですけど、でこのねバットがすごいしっかりしてるからね、無茶はいけないですけど、ゆっくりね竿の角度気をつけながらふわーんってやったらね、あのサイズでもねそんなに不安なく抜き上げることができたんですよね。でミディアムライトパワーだから、こういう背びれみたいなやつを繊細にヒップでなんだろう回転させたいなんていう時なんかも、まあノリ重視でね、すごい使いやすかったなっていうことで、この、まあ、ミディアムライト表記なんだけどなんかね秘めたるパワーがやっぱねいい感じだねっていうことで、はい、でまあグラビアスとねP ライン巻いて、こんな感じの組み合わせでございました。引き続きねちょっとね、見えバスがいくつかいたんで狙っていきたいと思います。ビルフィッシュやったね。